はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は画面の、中央下にいます。こんにちは。今日はですね、ちょっと面白い動画を見つけたので、皆さんと一緒にシェアしたいなと思います。今回僕が見つけたチャンネルはこのわかめランキングチャンネルさんっていう、まあなんかいろんな主にゲームのランキングをね上げてるチャンネルみたいです。今回の動画はなんか世界のゲーム検索数ランキングっていうことで、2004年から2022年っていう、まあそのオンラインゲームだねの流行りが、分かる動画を見つけました。で、これが現在今2004年の1月25日、1位がカウンターストライク、2位コールオブデューティ、3位がヘイロー、4位バトルフィールドで、その後がドゥームとレインボーシックスになってます。2004年っていうと僕9チャイぐらいので、 COD2 とかじゃないですかね。ちょっと再生していきましょう。こっから2004年から2022年までまさにオンライン FPS の始まりはクエイク2とかかな、カウンターストライクがずっと1位、ぶっちぎり1位ですね。で、ヘイローが、まだ3とか出てなかったかな、まだコールビューティー、そうだね、FPS といえばカウンターストライク、 COD、 ヘイローでしたよね、この時代はね。で、今一瞬なんかヘイローがぶっちぎりで伸びましたけども、2005年、そうだね、なんかこう新しい作品が出た時にこうグイーンってね、こういう風に今バトルフィールドが、これいつのバトルフィールド何が出た時かな、グイーンって伸びましたね。しかしカウンターストライク本当安定して上にいるね、今のところ。まだ2005年です。コールオブデューティーがグイーンと行きました。で、ヘイローシリーズ、あーそうだね、ヘイロー3とかが、ヘイロー3いつだったかな、ヘイロー3が本当ね、コンソール機で FPS を流行らせた作品と言えるね、同説100万人とかいった作品がヘイロー3かな。で、でもカウンターストライクずっといるね。で、コールオブデューティー、またヘイロー、カウンターストライク、カウンターストライク、ヘイロー、COD、BF がずっとやり合ってる状態ですね、今のところね。2007年、もうそろそろあれじゃないかな、コールオブデューティー4が来るんじゃないかな。まさに歴史を変えた作品が来るんじゃないですか。コールオブデューティーね、モダンオフェア2がね、ああ、来た!ヘイローがとんでもないことになってる。あ、今度 COD だ。今度 COD が来た。モダンオフェア2が出た時かな、これ。あの、モダンオフェア2はね、あの、初動の売り上げは確かギネス記録載ったんですよ。モダンオフェア2。あ、まだコールオブデューティー4かな、これまだ。カウンターストライク、まだ2位ですね。1位、コールオブデューティー。3位、ヘイロー。カウンターストライク。カウンターストライクとヘイローをずっと、殴り合っております。2008年10月。あ、COD、いや、伸びますね。一気に伸びますね。モダン2ぐらいかな。ね、BO。モダン2、BO、BO2、モダン3とかね。続いた時ですけども。いや、やっぱ強いね、この時代。COD。グイングインですね。で、下の方は、まだ、あ、リーグオブレジェンドがちょっと出てる。あ、そうだね。LOL が出始めた。COD すごい伸びるな。グイグイですね。まあでも、ここから本当に、コンソール機で FPS やる人が本当に一気に増えたよね。COD が覇権を握る。2010年のブラックオプス、そうだ、ブラックオプス1だね。そう、こっから、そう、毎年 COD はさ、出てたから、ヘイローがグイッと来ました。2010年って何だっただろう。COD。いや、かなり続きますね、この流れ。でも、カウンタースタイクずっと2位だ。BF もちょびちょび、なんか伸びて、縮んでを繰り返してますけど、4位、5位ぐらいを。さあ、2011年でしょ?で、BF、ギュイッと伸びました。ギュイッと伸びて、2011年って何が出た時だろう ?BF。え、BS3 とか BF4 とかかな?さあ、もう10年前の2012年になりました。ずっと1位は今のところ COD です。リーグ、来ましたね。5位あたりにリーグオブレジェンドが来ましたけど、これが一気に来るんじゃないかな?いや、でもすごい、カウンターストライクずっといる。ヘイローグイッと来た。ヘイローグイッと来た。COD グイッと来た。いや、え、こんなに COD とヘイローで殴り合ってんの?あれ、まだ、あれで思ったよりリーグオブレジェンド来てないね。あ、でもじわじわ来てるな。LOL 来ました、来ました。あー、来た。こっから2013年、こっからなのかな?
FPS ではないモバの LOL が到来、一気に人気をかさらっていくと思ったら COD がまた伸びましたね。やっぱ新作が毎年出るっていうのは強いんかな。あ、来ましたね、ついにロルのカウンターストライクを抜いて、2位に LOL。 さあグイ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 すっごい入れ替わるな。2014年です。僕は、COD アドバンスソードは AW だ。初めてオフライン大会優勝した。すっごい伸びますね、やっぱ新作出たタイミングで。さっきから同じことしか言ってないかもしれない。カウンターストライク LOL、すごい入れ替わり。あ、そうだ、オーバーウォッチが来ました。今画面左下、オーバーウォッチが来てます。いや、やっぱね、僕こうずっとねゲーム FPS をずっと長年やってきた感想として、やっぱオーバーウォッチとパブジーはすごく歴史を、あとフォートナイトもそうだけど歴史変わったなっていう瞬間でしたね。でもずっと COD1 位2位にいるんだけど、こんなにいる。あ、来た来た来た、オーバーウォッチ来た、オーバーウォッチ来た。やっぱそう、本当にね、本当みんなやってたね、来るタイミング。あ、なんか BF が今一瞬通りましたけど、あ、 BF なんか一瞬バトルフィールド1が登場、一瞬来て一瞬で去っていった。あ、でも4位5位にいるから十分すごい。2017年オーバーウォッチ、コールオブデューティー、激しすぎてちょっと実況が追いつかない。コールオブデューティー、バトル明け、あ、パブジーが来るんじゃないですか。これ来てます、来てます、パブジー来てます、来た来た、あ、まあ違う、コールオブデューティーだ、これ来た、パブジー来た、コールオブデューティーとパブジーの殴り合いと思ったら、そう、一気に、あ、そう、もうそんな早かったっけ、フォートナイト。フォートナイトがやばい。やっぱそう、もう本当にみんなやってたもんね。やっぱすごかったんだ、この時代。やばい、もうダントツじゃん。何倍だよ、これ他と。すべてはこのフォートナイトに蹴散らされた。あ、でもパブジーもまだ残ってるな。そう、バトロワ時代の到来ですね。で、コールオブデューティー、あ、エペ来た。エペ一瞬来たけど、一瞬3位までエペが来たけど、高い評価を得たがアップデートしないチーターを。そんなにエペいなくなっちゃったよ、ランキングから。で、コールオブデューティー、あ、そうそう、ウォーゾーンが出てくるんじゃないか。モダンオフェアが出て、お、フォートナイトすげえな、めちゃくちゃ強いじゃん。2020年、コールオブデューティー一気に来ました。またウォーゾーンが多分2020年、21年あたりか、ウォーゾーンがかなり伸びてくるんじゃないかな。あ、バロラントも来た。バロラント今、下から2番目にいますね。バロラントどれくらいまで行くんやろ。ずっと1位にフォートナイトとコールオブデューティーが殴り合ってますね。入れ替わりまくってる。2021年、あ、もうこれそろそろ終わっちゃう？どうなるんだろう。あ、無事、あ、バトルフィード今一瞬来たぞ。なんかバトルフィード一瞬来たけど、でもバロラントとエペが思ったより下だな。ロルと同じぐらい。あ、またバトルフィールドが一瞬来て、ヘイロー、あ、ヘイローインフィニットが出たタイミングかな。いや、でもフォートナイトすげえな。え、あ、これが最終。はい、というわけで2022年3月で、こんな感じになりました。フォートナイト1位なんだけど、そんなまだ強いんや、フォートナイトって世界だと。で、2位がコールオブデューティーで、3位がヘイロー。3位ヘイロー、多分この後ね、コールオブデューティーの発表があったから、また一気にコールオブデューティーも行ったんじゃないかな。でもそれ以上にフォートナイト、まあそんなに強いんだな、海外だと。まあ今だとオーバーウォッチも2がね出たから、もっとオーバーウォッチもかなり今上に行ってるんじゃないかな、2022年。というわけで今回ね、こういうランキング動画を見たわけなんですけども、やっぱね、見て思ったのは、やっぱ日本と海外で流行ってるゲームがあまりに違う。ほんと市場が全く違うね、本当に。別にいいとか悪いとかそういうんじゃなくて、本当に日本って、読めないね、流行るゲームが。特殊すぎるね。特に最近で流行ってる日本のゲームは、やっぱ世界と本当真逆なんだなって思いましたね。なんか、いやでも、このね、この20年近くで、本当に歴史がどんどん変わっていったなっていうふうに思いますね、やっぱ。
まあでも最終的にやっぱここの最後の、今も生き残ってるゲームは本当すごいね。どのゲームもマッチングには困らなそうだもんね。COD この20年近くずっと上位にいるの本当すげえな。ほぼ1位じゃない？総合で言ったら多分 COD1 位なんじゃないかなっていう。こう近年ではなんか世界だとやっぱフォートナイトが1位なんだね。すごい。今日の動画面白いと思ったらぜひグッドボタン、あと皆さんの意見もぜひコメントでどしどしお願いします。お疲れ様でした。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on.